金舞寺は、福井県鶴ヶ市金ヶ崎町にある高野山、新言宗の寺院。本尊の十一面観音は、今弱物語集にも由来が記されている縁結びの、袴がかり観音として知られている。金舞寺は、七百三十六年に、聖武天皇の直眼により、大長が解散した。大長は十一面観音を本尊として寺を、建立し、 天皇から貸しされた金光明業を金杵に収めて山に埋めた。それにちなみ、山は金ヶ崎、寺は金舞寺と名付けられた。次伝では、十一面観音が金光を発することから、金舞寺と名付けたとも言われる。王子は、紀非神宮の奥の院として、現在の金崎宮一帯に、ガラン十二坊を有し、本尊の袴掛り観音は縁結びのご利益で知られていた。 1337年の金ヶ崎の戦いにおいては、南朝方の新田義貞が、五代醐天皇の御子である、常吉親王と御子と両親王とを報じて、金ヶ崎城にて、北朝方の柴高常の軍と戦った。戦国時代に、金ヶ崎は再び戦乱の舞台となり、織田信長による越前攻めで、朝倉氏の築いた金ヶ崎城は落城し、近前寺も陛下により、 海人に返した。本尊の観音は消失を免れ、1662年に宇歌宗さだらが現在地に観音堂を再建した。しかし、太平洋戦争末期の1945年7月12日、鶴河空襲により一切が消失した。戦後の1946年4月に本堂が再建され、金前寺の末寺であった毛ひく寺の本尊で、戦時中は、 三浜町の延林寺に疎開されていた11面観音立像を本尊として迎えた。その後、1952年と1962年に本堂の修復増築工事が行われ、1989年には現在の本堂、栗が再建された。また、2015年には戦前の写真をもとに本尊の袴がかり観音が復元された。 ケヒクラテラの本尊も世人に引き続き安置されている。なお、本尊は、北陸33箇所、観音霊場の特番、若狭33箇所、観音霊場の第2番札所、若越新四国88箇所の第4番札所となっている。今弱物語集巻、第16には、以下のような縁結びの11面観音の説話が収録されている。今は昔、 鶴賀に両親と共に一人娘が住んでいた。娘は何度か結婚したが、いずれも離縁となった。両親は観音様を祭り、娘の幸せを祈った。両親が亡くなると困窮し、娘は観音様に祈った。すると夢に老僧が現れ、夫となる者が明日現れると告げた。翌日、大勢の従者を引き連れた一行が宿を貸してほしいと尋ねてきた。 一行の主人は、美濃の豪族の一人息子で、最愛の妻を亡くし、再婚話も断り、一人意味でいた。その男は娘を見て、亡き妻と息打ち死であることにとても驚き喜んだ。次の日、主人は従者を幾人か残し、若さへ出かけて行ったが、娘は残った従者に食事など、もてなすこともできず困っていた。すると、昔、 両親に仕えていたと名乗る女が現れ、食べ物を運んでくるなど手伝ってくれた。さらに次の日の夕刻、若さから主人が戻ると、娘を美濃に連れ帰るという。娘はいろいろと助けてくれた。これとして、孤児する女に、自分の紅れないの絹の袴を与えた。翌朝、鶴がお立つ前に、観音様に、お参りすると、昨夜女に与えた袴が、観音の肩にかかっていた。 観音様が女に返事て助けてくれたのだと気づき、娘は感謝して泣いた。その後、二人は美濃で幸せに暮らしたという。奥の細道の旅で、鶴河を訪れた場所は、宿の主人から南北朝時代の金ヶ崎の戦いの故事を聞いた。すなわち、戦いに敗れた日田義明が陣金を海に沈めたその後、その金を海から引き上げようとしたが、 逆さに沈んでいたためできなかったというものである。この話を聞いた場所は、ガツイズコショウはチンル海の底と読んだ。場所の没後68年目に、鶴ヶの廃人である、白崎琴寺らが、その区比を建立した。福井県内で最も古い場所の区比のみならず、日本海側で最も古いものである。場所区比の近くに、タイル張りの祠が三つ並んでおり、真ん中の祠には、 和歌越2番地蔵菩札の石柱が建てられている。これは、和歌越新四国88箇所の第2番を意味しており、もともとは、ケヒクラ寺が第2番札所であったが、鶴ヶ空襲で寺社が消失し本尊が金前寺に安置されたため、ケヒクラ寺にあった、石地蔵が金前寺近くに移され、札所になったということである。地蔵の祠のすぐそばに、 古井戸についての説明札が立てられている。これによると、かつては金枚寺のすぐそばまでが砂浜であり、泉浜と言われていた。この井戸は、泉浜に入港する北前船の給水用として使われていた。井戸は、建屋で囲われていたが、鶴が空襲で消失したとのことである。ありがとうございます。